醤油焼きそばみたいな感じ。うん。運転かな。今日は2年前の2021年5月26日です。毎日、ビデオを撮って、編集して YouTube にアップして、2年後に公開される設定にしています。なので今日アップロードしたこの動画は2年後に公開される予定です。今朝は、朝ごはんはどん兵衛の焼きそば UFO 味食べました。どん兵衛か焼きそば UFO どちらかが45周年らしくて、僕と同じ 年ですね。45年らしくて、それの、キャンペーン製品のようです。美味しく食べました。東京オリンピックでパブリックビューイングの、場所を今、作り始めたらしくて、そもそもは5箇所ぐらいあったんだけど、まあコロナの影響もあって、2箇所に減らした上で、今準備してるんですけど、まあ、ワイドショーとかでは批評されていますね。まずは飲食店等々に、営業規制というか営業時間規制とかを訴えているのに、なぜ、人が集まるようなところを作るんだっていうのと、そうですね、そりゃそうだって話です。で、もう片方は、5箇所が2箇所になったら5箇所に分散されていた人たちが2箇所に集まるので、さらに、密になるんじゃないか、人と人とが、密集してしまうんじゃないかっていうのがあります。その2ポイントが批評されてますね。僕も不思議です。飲食店は、ダメなのにオリンピックのパブリックビューイングはいいのかみたいな、そんな不思議な感じになっています。まあそもそもそういう感じになるのが要するにパンデミックっていうやつなので、うん、パンデミックとしては普通のことかなと思います。インスタ360のプレミアムレンズ保護カバーが届きました。3日前ぐらいに発売されて、その日に注文してすでにもう届きました。ちょっと大きいですけど、今までのプラスチックのカバーよりはいいんじゃないかなと思います。プラスチックのカバーは光が乱射、反射してちょっと映像が汚くなっちゃうので、ちょっとこれで撮影試してみたいと思いますね。どうでしょう、いい感じですかね。ちょっと外じゃないんで効果がはっきりわからないと思いますけど、どうでしょうね。今日も計画で、なんていうんですか、いっぱい時間を使いました。スプレッドシートですね。エンジニアをやっててスプレッドシートとかちょっとやりたくなくて、できればプログラムで食べていきたいなと思って、
いろいろやって、で起業して結果ずっとスプレッドシートを触っているっていう感じですね。なんかいい仕組みができればいいなとは思ってます。嫌いではないんだけど疲れるって感じですかね。ちょっと混乱する。シンプルであればいいんですけど、結構ね、計画のスプレッドシートってスパゲッティになりやすい感じがしますので、スパゲッティっていうのはすごくもつれてるってこと。はい、ちょっと頑張っていきたいです。まあそんなとこかな。頑張っていきたいですね。もう今日は楽しみは食事も、そうだ、食事とあとまあさっきのこれですね、インスタ360のプレミアムレンズ保護カバー、これをはめるだけみたいな、それが楽しみでした今日は。です。